実は創価学会こそが物的だったっていう結論に皆さん驚いたでしょ。あ、気がついてたかな。うちだけやねんだと思ったけど、うすうすは気づいてたよ。ここまで物的存在やと思わんかって。それぐらい自分の逆説を主張するもんやね、彼らっていうか、そういう嘘つきは、まあそらそうやけど、悪魔は、まあそらそうやけど。じゃあ次はその日本共産党こそが日本国憲法違反だったっていう仮説について実証してみたいと思います。楽しみでしょ。まあ要するに悪い奴らはいつも自分らのことを相手に押し付ける。自分ら、本当は自分らがそれやのに、自分らはそれではなく相手がそれなんだって一生懸命主張する存在。今こうしてる時も襲いかかってきようとしてた。気がつく？気がついたでしょ？ね？まあ、うちも必死で防戦してます。このピキピキって体から聞こえてくる音は、うちの中で素粒子が破裂してる音。素粒子核がパチンと割れてる音です。中から元素がバーって出てくるわけ。つまりビッグバン状態。銀河系の中心部でビッグバンが起こってるって。いうのも関係があるよね、うちの体。まあそれはそれとしまして、それは科学的真理なので政治や宗教とは関係ないんですけど、関係ないのよ政治や宗教とは。科学的真理やんか。その科学的真理、科学的真理に基づく科学的な現象に政治や宗教が一生懸命対応してきただけやん。でこの度共産主義とあとは宗教的な統治主義、宗教政治というかね、まあ宗教的政治、神権政治みたいな、神権というのはその神の 権力みたいな、それがちょうど終わったとこじゃないかなと思うんですけど、でもしっかりとした解析は必要やからね。創価についてもしっかり解析してたんだけど、まあ、まだ分からんやろうけど、まあ、まあまあ大体は済んだかな。まだ目に余ることしよったらまたね、その裁ききるだけやけどね、あいつらのことね、ズガッとね、ズガッとズガッとね